今回から始まりました活弁シネマクラブ。この番組は映画について語るウェブ配信番組です。活弁は聞き慣れない言葉かと思いますが、活動弁士の略で、サイレント映画の上映中に語りを加えて映画を楽しむバリエーションの豊かさを提示してきた方々です。この番組では活動弁士が提供してくれる映画を楽しむバリエーションの豊かさを動画配信を通じて視聴者の皆様に届けていきたいと思います。今回のゲストは10年10 years Japan から高松みゆきプロデューサーと藤村昭雄監督です。ぜひご覧ください。私は10年10 years Japan のプロデューサーとして今回このプロジェクトに参加させていただきました高松みゆきです。この10年10 years Japan の中の一編のその空気は見えないを監督しました藤村昭雄です。よろしくお願いします。香港の10年はイタリアのちっちゃい映画祭で見たんですけれども、あのウディネファーイーストフィルムフェスティバルという映画祭で見たときに、イタリア人が最後スタンディングオベーションをしたんですね。で、私も作品にとても感銘を受けたというか、若い監督たちがこうやってフレッシュな香港を切り取って一本の映画にして海外の映画祭に出せるっていうところが素晴らしいなと思って、であとそのやっぱりイタリア のお客様の反応を見て、ああやっぱり映画って海を越えるんだなっていうことをすごく体感して、でそれがなんとか10 years プロジェクトっていう形で日本だったりとか台湾とかいろんな形でできると面白いなって思ったところがきっかけですね。最初はこのプロジェクトに参加するとはさらさら思ってなくてこのプロジェクトが何か誰かが立ち上がってやればいいのになっていうふうに思っていただけだったんですね。で、私プロデューサーという仕事は今回初めてやらせていただいて、右も左もわからないような状況だったので、誰かやればいいじゃんって香港のプロデューサーたちにそそのかしてはいたんですけども、実際自分がやるということは本当に未だに信じられない、はい。この映画を日本版を作るっていうことになって、私が本当に先ほどちょっとお話ししたみたいにプロデューサーとしての経験が全くないので、どこからスタートしていいかっていうのが全く分からなかったんですね。で私以外にも何人か一緒に仲間としてやっていただけているプロデューサーが3人いるんですけれども、その彼らにいろいろお話を聞いて、これはやっぱり有名な方のお名前があった方が資金集めも少しは楽になるんじゃないかっていう話をしていて、でそれ以上にやっぱりこのプロジェクトに賛同していただける映画人を取り込みたいなという気があったので、その上でいろいろ考えたところで、やっぱり是枝監督は若手の監督を支援するとか、あと海外の映画祭をどんどん日本の監督の活躍の場にしたいっていうふうに前々からおっしゃっていたので、きっと是枝監督だったら手伝ってくれるんじゃないかなっていう甘い考えを持ってお声掛けをさせていただいたというのが経緯です。まずは今まで映画を撮ってきてるんですけど、すごく自分の内面というかすごく近いことのテーマで撮っていたので、こう社会性というか自分が考えなければいけないことをテーマに作れるのはすごくいい機会だなって思ったのが一つと、あとその前作で、大阪アジアン映画祭で自分の映画がこう公開上映された時に、同じ部門でちょうど10年香港版の10年が上映されていて、そこで3人の監督がいらっしゃってまして、でそのうちの一人が自分とほぼ
同い年というか同世代の監督さんがいらっしゃって、冬の蝉でしたっけ、はい、の監督さんだったんですけど、その、監督さんとすごくお話をしていて、その香港のことを考えて自分の同じ年の年齢の方が映画を作ってるっていうのをすごくこうすごく刺激的になって、なので私もこの話をいただいた時に絶対に挑戦したいっていうふうに思いました。はい、5作品とも何かこう一つの香港という国の外側に対しての恐怖を描いているような、ふうに見えました。すごくこう日本ではこう何か国民全員が一つのもの、外からの一つのなんか力とかにこう恐怖を抱くことがないので、これもし10年を日本で描いたらどうなるのかなとはその時すごく考えました。まずこの5人の監督の年齢とか、性別とかっていうのは一切私たち その審査基準ではなかったんですね。であくまでも脚本を読ませていただいて、でその中でコンペ形式でこの5人が選ばれたっていうことになっているので、そういう意味では監督のキャリアだったりとか監督が今までやってきたことっていうのは一切その審査の中では見ずに、純粋に10年後の日本っていうお題を皆さんにお渡しして、でそれから脚本を作っていただいて、でその中からいいものっていうのをこう厳選して、で最終的に是枝監督にも見ていただいて、この5人が決まったっていう形にはなっております。そうですね、私も最初は甘く考えてたんですけれども、是枝監督が総合監修に入っていただけるっていうことで、いろんなところからいっぱいお金がもらえるんじゃないかなって思ったんですけど、日本の社会はそんなに甘くないんだなっていうことがすごく身に染みて分かったぐらい、この作品が決してそのものすごく刺激的な社会派映画っていうわけではないんですけれども、やっぱりこの5つの作品の中に含まれているテーマだったりとか背景にとても過敏に反応する会社さんだったりとか個人の方だったりっていうのがすごく多くいらっしゃるんだなっていうことで、こういう作品を作る難しさっていうのは一番そこが大変だったっていうのは解雇しております、今となっては。この話をいただいた時に10年後の日本を描いたストーリーを考えてくださいというお話の、お話をいただいて、それがとても自由だったので、まずその今この10年間何が起こったのかなっていうのを自分なりに考えた時に、やっぱり震災がすごく自分の中で大きくこう日本が変わってしまったなっていうふうに思ったので、それをこうテーマに入れられたらなって思いまして、特にその震災2011年の震災によって原発の事故が起こって、それで今まではこう空気に何か潜んでいるかもしれないとか空気が怖いというふうには考えたことは一度もなかったんですけど、その事故以降はそれを考えることが日常に起きて、それは本当10年前はそんなことが起きるなんて予測していなかったので、これからの10年でもしかしたらこう今では考えられない世界があってもおかしくないなと思って、このテーマに地下に住む親子の話を書きました。はい、本当日本はすごく地震の多い国なので、いつか地震が来るかもしれないとは思っていたものの、いざこう本当に大きな地震が起こってしまったら、その自分が本当に予測し本当にパニックでしたし、東京でもすごく揺れて、すごい本当にこのまま日本はどうなってしまうんだろうっていうのを本当に真面目に考えて、すごく怖かったですね。はい、すごく覚えてます。そこから
自分の静止感っていうのはガラッと変わっていったなっていうのは思ってますし、おそらく日本人全員あの3.11を経験した方にとってはあの地震っていうのはおそらくあのもう DNA に刷り込まれるぐらい の, あの社会的なというか自分の中で の, あの衝撃的な事件だったんじゃないかなと思ってます。あの私覚えてます、あの渋谷の NHK で打ち合わせしてたんですけど揺れて、で NHK って高台なんですね、ちょっと渋谷でみんなブワーって上に上がってきたんですよ。避難する方々が NHK にあの退去してきて、ちょっと恐ろしかったですね。あの実際ハリウッド映画なんかで見てたような映像が、あ、目の前に現実としてあるんだなっていうふうに思って、でそのまんまその夜歩いてあの渋谷から新宿までテクテクもう避難民のようにあの 歩き疲れてっていうような、なんかそういうこうドラマチックな一日から今に至るっていう気がしているので、そういう意味ではあの藤村監督があのテーマにしたっていうことの理由はすごくよくわかります。そうですね、原発に対してはあのすごくいいも悪いも言えないなとは思っているんですけど、それはやはりその今までその原発、原子力発電によって作られた電気で私たちは生活しているので、原発絶対反対とは自分は大きな声で言えないなと思いつつも、その福島では甲状腺に異常が出ている子どもたちがこうやっぱり事故を多く見られていたり、そう考えるとその目を背けてはいけないというか、やっぱりそういう考えなければいけない問題だなとは思っています。高梨さんはいかがですか、原発問題は。日本人にとって多分これって本当に難しいテーマであって、あの今正直日本人の中で正しい答えっていうのは出しきれないあのテーマなんじゃないかなと思ってます。で私個人の中でもその原発がいいと思いますか悪いと思いますかってよく聞かれるんですけども、あのそれを判断するにはまだあの情報だったりとか社会の現あの日本の社会の現象っていうのがまだまだ全然検証しきれてない部分じゃないかなと思っているので、そういう点ではあの今回テニアーズの中で問題提起というかあのテーマとして入れさせていただけたっていうことだけでも私たちにとってはあの少しこう何て言うんですかね、なんかあのちょっと自分の心の中にあるあの疑問だったりとか問題だったりとか思ってることっていうのがこうやって映画で表現できてすごくありがたい環境だなと思ってます。そうですね、いろいろ探してこれは本当に意図せずの話なんですけど、最終的にすごくいいロケーションが見つかったのが福島の、いわき市にあるあの大きなホテルの廃墟で、そこで全編撮影しました。そこはその、工事中に、バブルが崩壊して日本の、お金が少なくなってしまって、建設途中でもうほとんど7割ぐらいまで作られているんですけど完成せずにそのまま廃墟になっているホテルで、そこの地下とか、廊下とかを使って全編撮影してます。とやっぱりテーマが結構原発ということで重いテーマなので、でもその私 の, その今まで作ってきた作風とかでこうあんまりこう説教臭くというか生々しくはしたくないなと思って、こう問以上が解けるようにこう問題提起ができたらいいなと思って、子どもを主役にして、でその子どもの好奇心とかを大きく見せられるようなファンタジーな演出にしました。そうですね、その主演の女の子の母親という役なんですけど、そのすごく普遍的なテーマも扱いたくて、その母親がこう悪いわけではないんですけど悪くはすごく書きたくなくて、その愛が大きいゆえに子供をこう閉じ込めさせてしまっているというような演出をしたかったので、
清木さんをそういうあのキャラクター像にして描きました。本当に10歳の子だったんですけど、すごく頭がいい子で、あのいろいろ話したんですけど、稽古の時間が1日で撮影が2日ぐらいだったので、すごく短い期間でこう一緒に映画を作っていかなければならなかったので、どうしようかなって考えた時に、その、リリアちゃん演じる瑞希ちゃんが地下でどういう生活をしてるのか、ちょっと日記を書いてきてって言って、その瑞希ちゃんになりきってずっと日記を書いてもらうっていう宿題を渡して、それを撮影現場で一緒に読むっていうような演出をつけました。そうですね、ラストはすごくこういろいろどう終わるかは悩んだんですけど、何かこう自分で見てる人に対してこうだぞっていうのを押し付けたくなかったので、観客に委ねる形にしたいなって思って、このラストを作りました。それはすごくあの好みも分かれるとは思うんですけど、私の中ではあの未来は10年後の未来は希望であってくれっていうような願いを込めたラストになってます。是枝監督は本当にずっと憧れの監督だったので、本当に子どもの頃から映画もスクリーンでずっと見てましたし、あのすごくこう一緒にお仕事できて光栄だったんですけど、あのまず脚本の段階で3回ぐらいこうずっと見直して、あのフィードバックをいただいてまた書き直してっていうのをして、編集の段階でも そのぐらいこう是枝監督に見せて、でフィードバックしてもらって、でまた直して見せてっていうのを、あの多分万引き家族の制作中ですごい お忙しい中、あの本当に向き合って作業してくださいました。その時にその自分の過去作とかも見たいとおっしゃってくださって、見ていただいて、自分がその何をしたいのかすごく根底を、自分が気づかないような根底のところをこう自分の過去作から引き出して、これなんかなこう無意識のうちにこう引き出してくださいましたね、はい。全部5作品とも脚本から撮影の現場1日ちょっとお邪魔して、で編集を見て、で完成版を見てっていうところだったので、あの出来上がった時にはアニメーションが初めてついて、音楽もついて、はあ、っていう映画ってこうやって作られるんだっていう、本当に単純に、はあ、嬉しいっていうのがあの第一印象だったんですけれども、あの藤村監督 あの脚本、実は是枝監督が一番最初にあの5監督の中からこの監督の作品はやりたいっておっしゃってくださった作品だったんですね。っていうこともあって、すごく脚本が優等生だったので、あのこれがどういう形で映像化されるのかっていうのはすごい楽しみだったんですけども、なんかちょっとそれを超えるあのアニメーションと音楽と、あと役者さんたちの演技がうまくバランスが取れていたので、私としてはとてもあの藤村監督にあの感謝を申し上げたい。ありがとうございます。ありがとうございます。あの制作中は全然他の4監督がどういう状況なのかはなんとなくこうあの話は入ってきたものの、その撮影がどこの組が終わったとかこう入ってきたものの、なかなかその具体的にどういうお話で進んでるのかとか、こうどういう形になってるのかは全然分からなかったので、最初にこう拝見した時にすごくなんかこうそれぞれがあのすごく単純にまず面白く拝見しました。それでそのそれぞれの作品でこうテーマに扱っていることを、私はそんなにこうあんまり問題意識を持ったことがないものもあったので、なんかちょっと恥ずかしい気持ちにもなりましたし、なんか自分がこれからあのこういうことを考えていかなければいけないなっていうきっかけにもなりました。今の日本と、そうですね、なんかその私はまだあの28年しか生きてなくて、すごく
人間力もまだまだ浅いと思うんですけど、やっぱりそれだからこそこう50年、あと50年ぐらいはこう日本人として日本の国で多分生きると思うので、すごくこうなんだろう、いろんなことを考えることをやめてはいけないと思っていて、こうなんか見ていただいたお客様にこういうことは絶対ないよねとかも言われる、未来に10年後に起きるわけないよねっていうふうにおっしゃる方もいるんですけど、やっぱり 100% ないことはきっと何もないと思いながら、いろんなことを考えながら生きていきたいなと思ってます。それがすごく今の日本には必要だと私は個人的には思ってます。で10年後もすごくそのこの映画はすごい暗いねってこう言われることが多いんですけど、全体的に私はその別に10年後すごく悲観しているわけでも、なんかすごくこう不安を見た方に不安を煽りたいわけでもなくて、日本のこう未来が少しでも明るくなるといいなという思いを込めて作ったので、10年後の日本もすごく明るければいいなっていうふうには思ってます。私もまだ45年しか生きていないのであと50年ぐらいはこの日本の土地で頑張っていこうかなと思ってはいるので、まだまだ日本がどうなっていくのかっていうのはある意味楽しみであり、ある意味ちょっと不安でもあるんですけど、もともとこの10 years を日本でやりたいと思った理由が東京オリンピックだったんですね。2020年に東京オリンピックがあって、ちょうどその7年後とかに日本は一体どうなってるんだろうっていうことを漠然とこう最近すごく思うようになったっていうことがあって、東京オリンピックっていうその時代のなんかちょっと区切りというかものがちょっと一つ刺さっただけでも、そうやって未来と過去を考えることになったっていうことを考えると、この10 years っていうものをお客さんに見ていただいて、この作品がそれぞれのお客さんのピンになっていただけると、ああそういえば10年前ってこうだったなとか、10年後ってこうだったなっていうふうに考えるきっかけになっていただけると、この映画はすごく価値が出てくるんじゃないかなとは思ってます。で私が思う10年後は日本は明るいのか暗いのかっていうのも漠然といつも考えるんですけど、その幸せって一体なんだろうっていうところにいつもこう立ち返ってしまうので、日本人として一体何が幸せなのか、でそれが本当に明るい未来なのか暗いのかっていうことも含めて、なんかそうですね、やっぱりこの映画を見ていただいてみんなと議論したいというか、みんなの意見を聞きたいなっていうのはすごく思います。だからちょうどこれを作って、これから10年みんなが思っていることっていうのを吸い上げるようなポジションになったなと自分で思っているので、いろんな意見を皆さんから聞いて自分ができることっていうのをこれからちょっと模索していきたいなとは思ってます。そのプサンでワールドプレミアをして、韓国の見ていただいた方にこう意見とかもいただいて、その日本の状況を知れてよかったとか、すごい意見をいただきました。韓国ではその10年後この同じテーマで作ったらどうなるんだろうねっていう言ってる方もいらっしゃって、なんかこうアジアにどんどんこうこの自分たちが作ったものが浸透している感じをこう伺えて、すごく貴重な経験になりました。あとはその映画祭でこうすごい会場満席ですごい盛り上がったんですけど、私が驚いたのはすごい若い方々が、自分と同世代かもうちょっと下の大学生みたいな子たちがすごくこう映画をこう見てくれていたのと、あとその映画祭終わってからもちょっと映画祭の外で普通の
韓国人の女の子たちとも話したんですけど、何かこう日本の文化にすごい興味を持っている子が多くて、それもなんかすごく嬉しかったです。本当におっしゃる通りで、私は本当今までこうそんなに多く映画を作れてるわけではないんですけど、日本でこう完結してしまうというか、日本国内で終わるものなのだろうなっていうのはちょっとそのあんまりこう視野が広くなかったんですけど、今回その出資が香港からも出資をしていただいたりとか、その始まりが香港の10年だったりとか、なんかこうその外の国というか海外の国とも一緒にこう映画を制作することができるんだなっていうのはすごくこう楽しいことというか、すごい可能性が広がるなと思って、とても勉強になるなというか、今後ももしこういう機会があったら挑戦してみたいなっていうのはすごく思いました。その映画祭に行っても企画マーケットで全然違う国のプロデューサーと監督が一緒にこう映画を作ろうとしていたりとか、とても刺激的なあの現場を目にしました。そうですね、あの私が映画をこうプロデュースするっていうのが今回この作品が初めてだったんですけど、日本の映画人の人に、会うたんびに言われることがあって、それがあのこんなに早くどうやって作ったのってよく聞かれるんですね。で、企画を立ち上げてから、まあ、1年半で今日本で公開をして、実は11月の22日からこの日本版が香港でもあの公開をされるっていうことで、あの日本のみならず海外でもあの広がっていっているっていう、この速さがあの日本の映画人としてはなかなかこう理解をされないスピード感だったらしいので、そこに関してはあのあ日本と海外ってこんなにあの映画の制作だったり配給だったりっていうことに関してのあの感覚が違うんだなっていうのはすごく感じました。10年後、そうですね。もっとなんか柔軟に考えられる日本映画界になってるとすごくいいなと思ってます。なんかやっぱりあんまりそんな自分はこれからなので大きなことは言えないなと思ってるんですけど、こうオリジナルの企画が通りにくかったりとか、原作ものじゃないとやっぱりこう映画が撮りにくいっていうのはすごく周りのそのすごく先輩の監督でも苦労しているみたいなので、そういうのがなんかこうもっと柔軟になれるように私も頑張りたいなとはすごい思ってます。だから今回はすごくいい企画に巡り合えたなっていうのは思ってます。あの藤村監督はすごくガッツがあるんですよ。あのご監督の中で一番体力と気力があの持続できる方なんじゃないかなっていうぐらいガッツがあって、あのなんだかんだ言ってあのリーダー的なポジションだったりもしているんですね。あのこうしましょう、ああしましょうっていうところで、あの結構決断力があるあの監督の一人で、あの実は5人でいつもこう話をしたりとかするときに、あの大体こうあのこの監督がこう言って、この監督がこう言って、こうやってこうやって、で結論がこうやって落ちるんだなっていうふうにいつも想定して質問したりとか、あのタイミング見たりとかっていうふうに思ってやってるんですけど、あの大体あのまとめるその議論をまとめる監督っていうのは藤村監督と石川慶監督がこうやっちゃいましょうっていうふうにしてこうよく言われるので、そういう意味ではあのすごく面白いというか、あの逆に引っ張られる。で他の監督はあのまた別の魅力があって、ものすごく熟考されて、あのものすごい誰も思いつかないようなアイデアを考える方もいらっしゃれば、あの違うアングルで意見を言ってくる方とかもいたので、そういう意味ではオムニバス映画ってあの一つの映画として5分の1ずつ皆さんがこう魅力をこうギュッと集めて入れてくれてるってわけじゃなくて、5倍分映画の中に詰め込まれているので、私たちとしては5倍大変だったんですけど、そうですよね、でもあの5倍の楽しさは
後で帰ってくるのかしらと思って、それがすごく10年後楽しみです。あ、本当に、本当5倍大変だろうなっていうのはすごく申し訳なくいつも思ってるんですけど、大丈夫ですよでも本当に私が一番その最年少で、他の皆さんはちょっと年上なんですけど、やっぱりそのすごく勉強させてもらうことが多くて、いつも一人でこう一つの作品を作っているので、それがこう5人の思考になるとすごく、あ、こういう考え方もあるんだなっていうふうに、すごい監督、他の4人に対して監督としてもその人柄の魅力としてもすごくこう尊敬できますし、4人ともなんかすごくオムニバス映画ってこういう作り手としてこういう勉強だったりとか楽しさがあるんだなっていうのはすごい今幸せをかみしめてます。はい、そうですね、オムニバス映画の面白さでもあり怖さでもあるんですけど、5作品の中で私は、僕はこの作品が好きだったけどこれは嫌いだったとか、すごく明確にこうコメントされるので、ツイートを 見ながらちょっと私もこう心がこうふっとこう痛む時があるんですけど、まあ、逆にこれがオムニバス映画の面白さでもあるのかなっていうふうに思っていたりとか、あと、よく言われるのが、年配のお客さんはこの映画が怖いってよく言うんですね、一言で。で、あ、この映画怖かったわって言ってよく劇場を去っていかれるんですけど、若い人は全くそういうふうに思わずに、面白かったよ、楽しめたよ、全然その政治臭くない、なんかこう積極臭くない映画でよかったよって言ってくれる方とかもいて、すごくこう意見が世代によって分かれるっていうこともあって、それもまた面白いかなっていう、どうですか？そうですね、本当に私の作品はそれが多分顕著だと思うんですけど、なんか結構若い子は気に入っていただける方が多いんですけど、ちょっと年配の方はちょっとわからないかなっていうふうに、こう率直な意見をいただくことも多くて、まあ、それはそれですごいいい機会をいただけてるんですけど、なんか5作品ともその決断というか、その彼らが今後どうなるのかっていうのを、まあ、全部が全部そうっていうかわけではないんですけど、お客さんに委ねる結末が多いので、それがこうすっきりしない方と、すごく家に帰っていろいろ考えてみたいって、この彼らが10年後どう生きるのかっていうのが、その後考えたいって言ってくれる方とすごいいて、それはすごくこう家に帰ってからも考えてもらえるのはすごく幸せだなというふうに思ってます。萌さんと今晩どこ行くの？ありがとう。決めてないでしょ。なあ、今度3人でご飯でもどうかな。会いたいって言ってて。どうしよう、何着てこ。服なんか何だっていいよ。喜びよ、きっと。お忘れ物しちゃった。お父さん先行ってて。お、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。これ違うこれ
勉強頑張りました。ちょっとだけ あなたが私の父親だってことはありますか？どうしてそう思うの？メールとか写真が残ってたから。そんなの見ても何も分かんないでしょ。この作品はすごく見ていただいて暗いなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、個人的にはこの映画はすごくこう未来の日本の10年後の明るい未来をこう願って作られている映画だと思うので、見ていただいて何かこうお家に帰って考えていただくきっかけになればいいなというふうに思っております。見ていただけたらすごく嬉しいです。お願いします。はい、11月の3日から、全国で公開しております10年テニアズジャパンなんですけれども、実はお客さんが徐々に増えてきております。っていうのも皆さん見てくださった方々がいろんな方にこの映画のことをお話しいただいて劇場に足を運んでくれているんじゃないかなと思っているので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思っておりますので、本当に私たちの結晶を楽しんでください。